こんにちは、夢花スクールの夢と申します。この子はスキニーちゃんです。簡単な、簡単な、ちょっとだけのお題料で簡単に毛花っぽく見える、刺し方をご紹介していきたいと思います。まず今日は極楽蝶花とその葉っぱ、それにキウイのつるの3本だけです。そしてこの柿はちょっと古くて、こんな本当は柄がありますが、ちょっと後ろに向けて黒い面だけを見せていきたいと思います。まずこの剣山を中に小さめのを1本入れます。このように先に刺してしまってから入れると、そんなに簡単に入れることができます。次にこの極楽蝶花を、これはこう曲がってますので、多分ここが寄りかかりたいと思うので、これをこちらにこのように刺します。これだけでもとってもいいと思いますが、ちょっと自分で好きな形に枯らした、これはキウイのつると言います。これを1本入れていきます。はい、これだけでなんとなく豪華に毛花っぽくなりますね。いかがでしょうか。こんな感じです。お気に召しましたら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。